さあお待たせをいたしました。ここで氷川きよしさんにお話を伺わせていただきます。氷川くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。きーちゃんよろしくお願いします。陽子お姉さん早速なんですけれども、はい、まずは私の一枚ということで氷川きよしさんの一枚はこちらです。美味しそう。薬膳豚しゃぶなんですけど、体の食べ物すごく気使ってるもんね。気使ってます。やっぱ年齢がもう45歳なので。私どうなっちゃうの、そしたら20代でしょ。そう、ね、永遠の、そう永遠の、ね、そうですよね。薬膳を取るとすごい調子良くなるんですよね、うん、翌日とか。そうなんだ、はい、でもお肉食べなか食べるの、お肉薄いお肉は食べれるんですけど、厚みのあるのが食べれないんですよ。薄いの、薄いやつ、はい、食欲の秋ということで、はいはい、氷川くんはずっと季節、はい、その時期その時期の食材を、そうです ね、 ね、やっぱり旬のものを食べると体にもすごくいいと思いますし、うん、やっぱ旬のものをその時期に食べると本当に美味しいなって感じるので、うんうんうん、キノコ狩りとか行ってみたいなと思うんですけど。したことないですか？ないです。ないです。でもちゃんと専門家の方にね、来てもらわないと、ね、ね、知らないキノコ食べてビリビリビリってなってね、気をつけないとね。いや本当に大変なことになる。大変なことになる、それこそ、はい、今年は明治座も私公演見させていただいて、本当にありがとうございました。本当にね、感動っていうか、まあ、エンターテイナー氷川きよしっていう感じで、歌はね、ショーは見たことありますけど、うん、でもああやってこうお芝居の方で、でも本当に演技が素晴らしくって。本当ですか、うん、もう喜劇が好きなんですよ。喜劇が好きなの、はい、で喜劇の中でもやっぱりおばあちゃんとかおばさん役ハマり役ですね。そう、チャキチャキした人がやりたいなと思って。最高。あ、本当ですか。もうお腹抱えて、あまり大きい声で笑っちゃいけないから、うんうん、もう押し殺してこれ大変でしたよ。でもまだまだ12月まで恒例のコンサートもあるし、はい、あとディナーショーも続きますよね。そうですね、はい、どんなステージになりそうですか。そうですね、今年いっぱいでちょっと、うん、無期限でちょっとお休みをさせていただくので、はい、この23年間の、こう感謝の思いを込めたショーにさせてもらいたいなって。やっぱり応援してくださった皆さんがいたから、うん、その氷川きよしっていうキャラクターが出来上がったわけで、うん、また新たなこうステージに立ちたいので、うん、こう第2章が始まる前の第1章を感謝を込めて12月に全部ドバーンとそういうショーを、はい、もう不安の方も待ちきれないでしょうね。あ、そうですかね。ねえ、本当に体壊さないように、はい、ね、ありがとうございます。はい、陽子さんますます健康でいてください。ありがとう ね、いつも優しいお言葉を、本当にどうもありがとう。恐れ入ります。では、はい、楽しみにしておりました新曲をこれから聴かせていただきます。はい、はい、どんな作品ですか。はい。2000年の2月2日22歳で氷川きよしとしてデビューさせていただいて、箱根八の半十郎から始まって、こう最後の終着点はこの甲州路山梨というストーリーにさせていただきまして、うん、また旅演歌になるんですかね。そうですね、一応また旅演歌ということで、うんね、はい、久しぶりでしょ。久しぶりです ね、はい、はい、では早速楽しみに聴かせていただきます。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。